Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、天才の7つの習慣のコラムその7として、自分を信じてくれる人を見つけることの大切さについてお話をしたいと思います。あなたには自分自身を信じてくれる人、あなた自身をこう信じ抜いてくれる人、そういった人がいるでしょうか。あなたのことを知ってですね、あなたっていうのがどういう人なのか、どういう生い立ちで、どういう性格で、どういうふうに物事を考えて、何に弱くて何に強くて、どういった強みがあって弱みがあって、どういう人なのかっていうのをこう知ってですね、そして認めて受け入れて、そして最後までこう信じ抜いてくれる人、そういう人があなたにはいるでしょうか。もしいるっていう場合はですね、ぜひ、その人との関係性を大切にして、そしてそれを手放さないで一生ですね、そして育んで、深めていっていただければすごく嬉しいです。もしですね、あなたにそういう人がいないとした場合はですね、嘆く必要はないんです。ぜひですね、そう言ってあなたを信じ抜いてくれる人、そういう人をたった一人でもいいから見つけるための努力をしてほしいと僕はあなたに思うんですね。そういう人がいない場合はぜひそういう人と出会う、その関係性を模索してほしいんですね。はい。じゃあなんで僕が今回あなたにですね、それをお伝えするかというと、この今回のですね、天才の7つの習慣のコラムという位置づけで今回あなたにお話をするんですけれども、このあなた自身をこう信じ抜いてくれる人、この人を持つことがじゃあなぜ大事なのかというとですね、今回のその文脈でいう、いわばその高知能者、高 IQ 者と言われる人、にとってですね、もしあなたがその、分類であるならばですね、あなたがそこのカテゴリーに当てはまる人であるならば、特にですね、このあなた自身をこう信じてくれる人、これを見つけることがいかに大事かってことをこれから、僕のその体験を、お話ししながらですね、あなたにお伝えしたいなってこう思うんですね。で、その知能が別に高いことが必要ではないですね。別に知能が質が 高かろうが低かろうがですね、その僕の今回 の, その文脈で言えば、高知能者という人を対象にですね、お話をさせていただいているんですけれども、その度外視してですね、その知能の高さとか低さとか僕はその正直どうでもいいと思ってるんで、どうでもいいって言ったら誤弊がね、この動画 の, その文脈上あるんですけれども、本当にこのどなたでもですね、そういう人がもしいないのであれば、ぜひそういう人をこう見つける、あなたを信じて信じ抜いてくれる人、そういう人をこう見つけることがいかに重要か、これについて今日あなたにお伝えしたいと思うんですね。はい。じゃあなぜか、僕があなたにそれをお伝えしたいのはなぜかというと、別の動画でもお伝えしている通りですね、高 IQ 者、高知能者、いわば IQ が130から140から、それ以上ですね、140以上ぐらいのを、僕はその高知能者っていうふうに、天才というふうにこう呼んでるんですけれども、天才は、いいことばっかりじゃないんですね。で、他の動画でも言ってるんですけれども、天才は、高知能者というのは祝福ばかりじゃなくて呪いでもある、そういう動画を上げているのでですね、もし興味がある方はそちらも見ていただきたいんですけれども、いいことばかりじゃないんです。IQ が高いとですね、すごい仕事できそうだねとか、成果がよ普通の人より3倍4倍出そうだねとか、脳がすごく活性化していて、仕事ができるとか、それはさっき言ったんですけど例えば、本当にこうキャリアが高くなるねとか、その生涯年収が高いんじゃないとか、普通の人の何倍も稼いでるんじゃないとか、そういう、こう認識が、一般的によくその特にその高知能 IQ ってものの文脈だったり背景とかその詳細について、知らない方ですね、一般の方は、そういう、こう認識とか推測をする方が、多いのではないのかなって僕は思うんですけれども、で僕がその別の動画でお伝えしているのは、高知能者はですね、天才と呼ばれる人っていうのは苦しみの方が多いんです。僕はそれは個人のその関係、個人のその体験なんですけれども、苦しみの方が僕はですね、いいことよりも10倍ぐらい多いと思ってるんですね。苦しみ辛さの方が10倍ぐらい多い、はい、それは、なぜかというと、それはですね、別のまた動画になってしまうんですけれども、 IQ が20違うと会話が成立しないっていう動画を出しているので、その IQ が20違うと会話が成立しないかどうか、そういうことに興味がある方はですね、ぜひその動画をご覧いただきたいと思うんですけれども、その動画の中でですね、僕はアメリカのその心理学者の、その研究をですね、引用して、あなたにお伝えをしているんですけれども、何を言っているかというと、 IQ が20違うと
コミュニケーションがうまくいかないと、まあ、こういう研究結果があるわけですね、はい、学際的なで、例えばですね、あなたの IQ が120で、そしてあなたが IQ100 の人とこう話をしているとする。あなたが120で、そして相手が100、まあ、東大生の平均が120って言われているので、まあ、120だとして、で相手が100だと、あるいは90でもいいんですけど20以上違う、そういう時にですね、こうコミュニケーションをするという時に、なかなか成立しないんですよ。どういうふうにじゃあ成立しないのかというと、あなたが言ってることっていうのが、高い人の方が言ってることっていうのが低い人がなかなか理解できないんですよ。だからこの高い人っていうのはなかなかこう理解されないっていう辛さがあるんですよね。だからそれが20、まあ、10とか20ならまだしも、まあ、20でもそうっていう学際的な研究結果があるんですけど、例えばですね、それが160とかっていう高さの人と100の人、まあ、100が平均って言われてるんで、まあ、100が平均だとして60違うじゃないですか。で20違くてもコミュニケーションに齟齬が出て会話が成立しないっていう研究結果が出ているので、その3倍である60違うと、じゃあどれほどですね、あのコミュニケーションに齟齬が出るかっていうのが、これはもう想像できないぐらい多いんですね、はい、で例えばですね、あなたが、まあ、その高知能者であったとしてですね、例えば IQ が140、150あってですね、IQ が100の人がまあ平均なんで、こう周りにたくさんいると、そういう時何が起きるかっていうと、理解されないことが本当に頻繁に起きるわけですよ、はい、理解されないことが本当に頻繁に起きる、例えば1年間とかでっていうスパンの中で、じゃあ1回2回ぐらい、あ、ちょっと理解されなかったなって、例えば家族でもいいし、友達でもいいし、仕事の同僚先輩後輩でもいいです、あるいは取引先の人でもいいです、プライベートで会うそのサーフィン仲間とか何でもいいです、だけれども、いろんなその場面でですね、人は一人で生きていけないので関わる中でですね、1年間に1回とか2回っていう、それぐらいこう、あの少ない数の頻繁さだったら全然いいんですよ。だけれども、それがじゃあ毎日とか、例えば毎日必ず1回は誰にも理解されないとか、さらには毎日1回に限らず、もう複数回ですね、2回も3回もこう誰かとこう、例えばその買い物に行った時でもいいですし、まあ、何でもいいんですよ、場面は何でもいいんですけど、そのいろんなその場面においてこう理解されないっていう時が、本当に例えば毎日っていうぐらいのスパンで、しかも毎日何回っていうこの複数回っていうのは、例えば極端な例ですけどあるとしたら、どうあなたは感じますかね。あなたがもしその人だったら疲れてしまいませんかね、はい、あるいは自分はなんで理解されないんだろうと、まあ、理解されないことに対しても辛いですよね。そもそもなんで自分は理解されないんだろうとか、なんでそういうものなんだろうとか、なんでこんなに言っても分からないんだろう、だからそれはもしかしたらというか、その理由はですね、 IQ だけじゃないんですよ。その理解されないこと、会話が成り立たないことっていうのは、これ誤解しないでほしいんですけど、知能の違い、高さの違いというのは、まあ、一つの理由でしかない、側面でしかない。なのでもしかしたらあなたのその、まあ、口下手なのかもしれないです。僕自身すごい口下手なのであれなんですけど、その口が下手、口下手、話下手ですね、っていうのがもちろんあのが原因かもしれない。だから複合的なその原因がある中で、でもその IQ というのは一つの要因でしかないんですけれども、その辛さがあると、理解されない辛さ、はい、だからそれが頻繁になればなるほど、逆に言えばその IQ が高くなればなるほど、そういった辛さというのはどんどん総じて高くなっていくわけなんです。でその辛さが辛ければ辛いほどですね、どんどんこう心が病んでいくし、まあ、自己嫌悪に陥っていく。なんで自分は理解されないんだろう、なんでダメなんだろう、自分ってダメな人間だなとか、自分は社会不適合者なんじゃないかなとか、そういうふうにこう自分をこうどん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 卑下してしまってですね、陥れてしまって、もうあの自尊心も下がってしまいますし、ネガティブなこう思考になってしまうわけですね、はい、でこれが、まあ、高知能者が陥る、本当に陥るというか、高知能者が得てしてこう体験するような辛さである苦しみ、疎外感だったりとか、理解されない辛さだったりとか、それをこうメディアも取り上げないし、本当にその人自身にしかこれは分からないことなんですけれども、これはですね、僕自身がその体験をしていて、もしあなたがその高 IQ 者って呼ばれる人であるならばですね、あなた自身もそういうふうに感じていることが多いのではないのかなって僕は思うんですよね、はい、この IQ が20違うと会話が成立しない、はい、その辛さがあるってことなんですね。なので今回はそこに焦点を当ててですね、その辛さがあるかゆえに、だからこそそのあなたにしか分かりえない高 IQ 者としてのその辛さを分かってくれる人を見つけることがいかに大事か、こういう文脈であなたにお伝えしたいんですね、はい、で今回ご紹介したいのは、僕が大学時代にお世話になっていた梅沢翔太郎先生なんですね。
僕は大学2年生の時に、そのゼミに、梅澤先生のゼミに入ってですね、彼は本当に、頭が素晴らしく良い方で、もちろん頭がいい方で大学教授されていてですね、それ以上に実は本当に優しい方なんですよ。本当に僕が迷惑をかけたことが本当に多々あったんですね。いろんな、場面において、詳しくはちょっと言えないんですけれども、いろんなその場面において、もう迷惑をかけまくってしまったんですよね、梅澤先生。でもそれでもこうおおらかにですね、本当に父親のように、包んでくれて、認めてくれて、許してくれてですね、励ましてくれて、理解をしてくれて、で、本当にもう最後卒論を書いて提出してっていう時も、いろいろ問題あったんですけど背中を押してくれてですね、受け取って受理してくれて、ちゃんとこう成績もつけてくれてですね、卒業させてくれた、本当にお世話になった先生なんですね、梅澤翔太郎先生。この方はですね、ある分野で本当に長けている、第一人者と呼ばれる方なんですけど、食品トレーサビリティ、これは僕のその大学時代の研究論文の一つのテーマでもあったんですけど、食品トレーサビリティの、先駆者であり第一人者です。そしてまた食品トレーサビリティだけでなく、農業マーケティングという分野でも、専門としている方なんですね。で著書を本を書いていて、著していてですね、これまでおそらく数十冊ぐらい出していられる方で、それこそ本当にこう著名な、先生なんですけれども、この梅澤先生にですね、僕は、大学時代3年間本当にもう感謝してもしきれないぐらいにお世話になっていたんですね。はい、本当にもう感謝しかないんですね、先生には。で、じゃあその梅澤先生の話を僕が何で言うかというと、僕にとってその梅澤先生というのが、先ほど今回の冒頭でお伝えした信じてくれる人だったんですね、僕のことを。はい、で先ほど僕が言ったんですけれども、ちょっと言えないようぐらいのですね、ちょっと問題を起こしてしまったりとかいろいろした中で、それでもですね、それが1回2回じゃなくても何回もだったんですけど、もうそんなにいい生徒じゃなかったんですよね、大学時代は。なので迷惑を本当にかけてしまったんですけども、それをでもこう許してくれてですね、僕を受け入れてくれて、その僕自身本当に、片親を17歳の時に亡くしていて、母親をですね、で父親しかいなくて、でおばあちゃん子でっていうところがあって、精神が不安定だったってところも拍車をかけたりしながら、あるいは中高でですね、僕6年間いじめを受けていたので、あと脅迫を受けたりとかですね、その暴力を受けたりとか、結構無視されたりとかですね、いろんなそのいじめを中高で6年間受けていて、もう地獄みたいな6年間だったんですけど、そういうところがあって、結構こう混乱していた人だったんですね。大学生になって、特にその入りたての18歳ぐらいの頃は本当にこうもう弱くてですね、精神的にですね、でこう不安定だったりとか、よりどころをずっと常に探しているとか、ちょっと奇抜な行動をしたりとかですね、そういう生徒だったんですよね、その18歳ぐらいの時って。で、そういうところをこう、その先生はもちろん知ってくださっていて、生い立ちを知ってくれて、僕のその成功っていうんですかね、いいところとか悪いところ、そして考え方、性格とか、天の弱の性格とか、はい、そういうところを全部こう知ってくれてですね、受け入れてくれて、そして僕がそういうふうにこう問題を本当に起こしてしまった、大きい問題を起こしてしまった時も許してくれて、受け入れてくれて、で、そういう時にですね、僕が本当にこう今でも覚えているのは、一つのその事件があった時にですね、事件というのもあれなんですけど、僕がこう問題を起こしてしまった時に、人というか1対1でですね、こう話をしてくれたんですよ。何回もそれは梅澤先生は僕に言ってくれてたんですけど、こういうふうに、先生は僕に言ってくれたんですね、中村君は天才だよと、僕も天才だけどお前も天才だよって、それは分かると、もう誰が見ても分かると、で俺はお前は天才だと思うて、なんでかっていうと、俺自身が天才だからお前は天才だって俺も分かると、だけどお前に言いたいのは、お前はその才能をね、そのまま使って、その才能を伸ばして、その才能で生きていくのか、それともその才能を大事なものとしながら、そのもう社会に出てこう生活をして、社会人になってこう生きるんだから、その社会に当てはまって生きていくのかって、要は才能を伸ばし続けて生きるのか、それとも社会に当てはまって生きていくのかって、俺はその先生自身はですね、その先生自身は俺は社会に当てはまっていくって道を選んだと、でも決めるのはお前次第だから頑張れよって言ってくれたんですね。中村お前は天才だよって、だけどその才能に
を伸ばしてそこを重点的にして生きるの、それとも社会に適合しながら生きるのって、俺は後者だったよって決めるのはお前だからどっちでもいいけど頑張れよっていうふうにこう言ってくれたんですよね。でその時に僕はもうボロ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 涙が出てしまって、まあ、その僕が問題を起こしたってことが一つあったんで、まあ、それ自身もその開墾の念というか開墾というかその僕が申し訳ないって思ったその気持ちもあり、しかもその受け入れてくれてるっていう、まあ、その梅沢先生自身が天才、本当にもう本当に素晴らしく頭がいい方なので、あのそれはもう誰が見てもそうなんですけど、本当に特にその彼に教えてください、教えてもらった僕みたいな人間ですね、まあ、もう誰が見てもそうだとあの感じるとは思うんですけれども、頭がいいだけじゃなくて、さっきも言ったんですけど、本当にこう親心があるというか、本当に僕にとってはこう第二のお父さんみたいな、その時ですね、まあ、あの父親はいたんですけど、その時でも本当にあの家を離れて一人暮らししている中で、まあ精神もこう不安定な中で母親を亡くしてですね、いた中でその僕にとっては本当にこう近しい存在だったんですね。なのでその先生が僕に本当に僕のことをこう本当に親身になって思って、一対一になってもう僕とこう面と向かってその部屋の中で僕に言ってくれて、本当嬉しくて涙出てきちゃったんですね、はい、でその時に僕本当に あの先生は本当に僕のこと分かってくれてるんだなって、で嬉しくなったし慰められたし励まされたんですよね。で、まあ、そこからですね、あの180度ではないかもしれないけれども、あのそこを僕変えたんですよね。ちょっとというかもうあのそこの先生にはもう何があってもこう裏切らないようにしようとか、この先生にはもうあの何があってもこう誠意を尽くしてやっていこうっていうふうに僕は、その時こう決心してですね、心を入れ替えて、まあ、あのそのそれ以前よりもこういい生徒にちょっとなった気が僕はするんですね、僕自身は、はい、でこういうあのいきさつがですね、この梅沢先生とは僕があったんですよ。なのでその天才である梅沢先生自身がですね、僕その天才だからこそ僕にですね、そういうふうに言ってくれたと思うんですけれども、本当に僕のことを分かってですね、許して受け入れてくれて、そして認めて信じ抜いてくれた、うん、信じ抜いてくれた、これが本当に僕は嬉しくて泣けてくるし、もう感謝をしてもしきれないぐらいに本当にありがたい言葉だったし、存在、今でも存在なんですね。でこの梅沢先生はですね、本当にあの悲しいことに、まあ、数年前にですねお亡くなりになって、まあ、僕がですね本当にその頃あの海外に、イギリスに留学をしていて、そのなかなか死に目にも会えなくてですね、その連絡も来るのも時差があったりとかして、知ったのも本当に後でですね、本当に僕自身本当に悲しんだんですけれども、でもこの梅沢先生には本当にこうお世話になってですね、僕のことを本当に信じてくれて、もう帰れない、何者にもこう帰れないぐらいの愛っていうんですかね、こう信じることの大切さっていうんですかね、でそれをこう受けたんですね、慰めとかそういったものをですね、本当に得ることって大事だと思うんです。特にですね、それは IQ が高い低い関係なく、僕はあの結論極論なんですけど、どうでもいいと思ってるんですね、 IQ の高さ低さなんてどうでもいいと思ってるんです。でももしあなたが特にですね、IQ が高くてそういう疎外感とか孤独感、そしてまた辛さ、やりがいのなさっていうのを、やりがいのなさ、やるせなさですねっていうのを感じているのであれば、ぜひですね、僕にとってのその梅沢先生だったような人を、もしあなたがですね探すことができるのであれば、それはあなたの生きる活力であり原動力になるし、あなた自身を肯定することを始めることができると思うんですね。あなたを受け入れてくれる人、そして認めて信じて、そして信じ抜いて最後までくれる人、こういう人をですね、もしあなたがいないのであれば、ぜひ、見つけていただく努力をしていただきたいと思うんですね。ぜひ模索していただきたいと思うんですね。僕自身本当に梅沢先生に感謝しかないって何回も言うんですけれども、感謝しかないですし、先ほど言った通り、あの梅沢先生自身はお亡くなりにもなってしまって、でその最後の期間ですね、あの病気でお亡くなりになったっていうお話だったんですけれども、あの全く会うことができなくてですね、すごく寂しい今思いでずっといるんですね。なのであの今回ですね、その、まあ、主題として、まあ、天才の7つの習慣というその文脈の中で、僕がその出版した本の中の文脈でですね、あなたにお伝えをしているんですけれども、まあその知能の IQ の高低関係なくですね、自分を信じてくれる人、これを見つけること、いかに大切かということなんですね。で僕にとっては本当に大切で、もう感謝しかないんです。そして、今はもう本当に亡き先生なので、
まあ、僕が、まあ、この動画を通してだったりとか、そのそもそも出版をしたですね、2年前に出版をした天才7つの習慣という本で何をしたいかというと、これが一番僕の正直大事なところなんですけど、共感をしたいんですね。そして励ましをしたいんです。何かっていうとですね、まあ、僕のようにこう同じその、まあ、高知能がゆえにですね、苦しみ、その独特の苦しみがあると、孤独感だったり受け入れられない気持ち、疎外感、孤独感、そういうものがあるっていうことを誰も知らないんですよ。その人自身にしか知らないし、そういった人、例えばその高知能者って呼ばれる人じゃないとわからない痛みであり苦しみなんですね。で、その痛みをもしあなたが経験しているのであれば、僕はあなたに伝えたいのは、僕はその痛みや辛さっていうのを多かれ少なかれ少なくとも僕は分かるよってことなんですね。あなたが経験これまでしてきたこと、あるいは今現在進行形であなたがその苦しさを感じているのであれば、あなたに僕が伝えたいのは、僕はその辛さを、場面とか状況、文脈は違うかもしれないけど、僕は多かれ少なかれその痛みを分かってるつもりだよってことなんです。で、そういうふうに苦しんでいるのはあなただけじゃなくて、僕もそうだし、他の高知能者と呼ばれる人も多かれ少なかれそういう痛みを経験しているってことをですね、ぜひあなたに知ってほしいんですね。でこの動画だったりその本を通して、このあなたに、まあ、励ましのメッセージっていうんですかね、その梅沢先生が僕を励ましてくれたように、僕もこの動画だったりを通してですね、あなたに、まあ、その励ましのメッセージだったり、を少しでもこう届けられたらなって、感じていただけたらなって、まあ、そういう思いでですね、この動画を撮影しているんですね。はい、苦しんでいるのはあなただけじゃないんです。あなたの苦しみは僕は少しぐらいは分かります。はい、だからこそあなたは一人じゃないということをぜひ覚えてください。そしてもしあなたが、そういう疎外感だったりとか、社会不適合なんじゃないかとか、自分はダメなんだっていう、そのこう自分を責めてしまうような感じを感じているのであればですね、ぜひ、その他の動画で僕がお伝えしている、まあ、ハイレンジャー IQ テストっていう、ものがあるので、ハイレンジャー IQ テストとはっていう、またシリーズでこのコラムで出しているので、興味がある方はご覧いただきたいんですけれども、そちらでですね、IQ130 以上のそのレベルの、知能質を測るようなテストが、いろんな種類の作者がいて、いろんな種類のテストがあるんですね。なのでそれをぜひですね、ネットで調べていただいて、受験していただいて、その結果を知ってですね、あなた自身のその知能をぜひ知ってですね、あなた自身のその自己認識力を深めていただきたいなって思うんですね。はい、でこれがですね、あの僕があなたにできる、僕がそのあなたにできる、まあ、恩返し、あなたにできるというよりはその梅沢先生にですね、できる恩返しの一つなんではないのかなって思うんですよね。彼が僕にしてくれた本当にその愛だったりとか、寛容さとか、信じ抜いてくれること、まあ、それを僕もですね、こういった動画の情報を通したりとか、その共感を通したりとかで、あなた自身が少しでもこう感じていただければなって僕は嬉しいなって思うんですよね。はい、その周りの人に受け入れられない辛さ、こういったものが怖い高知能者にはあるんです。だからこそ、その周りの人ですね、あなたの友達でもいいし、家族でもいいです、同僚でもいいです、友人でも先生でもいいです。どんな人でもいいから、あなたのことをたった一人でもいいかな、あなたのことをこう知って、本当の本質的な意味でこう知ってですね、あなたの成功とか、性格とか、強み弱み全てをですね、こう知って、そして信じて受け入れて信じ抜いて最後までくれる人、こういう人をぜひですね、模索してみてください。そういう人を模索できたら、それはあなた自身の本当の一生の宝になって、あなた自身のその人格の形成にもつながりますし、この生きるための希望、モチベーションにもつながるんですね。はい、なのでぜひ、そういった関係がもしある人はですね、それを深めて大事にしていっていただければなって思うんです。はい、本当に今回もご視聴いただきありがとうございました。今回はですね、自分を信じてくれる人を見つける、その大切さについてお話をさせていただきました。はい、僕のチャンネルでは普段は英語力を伸ばしたい方、そして将来海外で活躍をしたい方、自己成長したい方、そういった方に向けて日々動画を発信しています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びて、あなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、そしてマインドセット、そういったものを身につけることができるようになったり、あなたが
自己成長するために必要な気づきや励まし慰め、今回のようなですね、そういったものを感じていただくことができるようになります。なのでこの動画をご覧いただいて少しでもいいなとか参考になったなって思ったらですね、ぜひチャンネル登録そして高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.